手にうんちがついたらチャンネル登録よろしく。チャンネル登録高評価ありがとうね。ごきげんよう、タコッパナです。さあ、今回やるゲームは、ハッピーフィンガーズ。いろんなものをね、指で潰していくゲームです。早速やっていきましょう。まずはね、絵の具のようなやつをこれ潰していって、なにこれ、ついちゃったー。うんちだよね、これ。手にこびりついちゃったんだけど、ゲームは終わらないんだね。やばいやばい、うんちだ。おーゲームオーバーとかないのかな？これ何？サボテン、突き刺さっちゃった。サボテンの針が。よしよ。これゴール？来ました。いや、うんちついた手で踊るな。床にめちゃくちゃついちゃってるよ、これ。まあ一応レベル1クリアしたね。さあ、レベル2やっていきましょう。やる気満々だね、手が。さあ、まずはバナナを潰していって、来てうんち。しっかり避けて、これなんだ？なんか熱い、やけどする。今のやつはダメってことね。いやでも、普通に、こういうのとか、避けなくてもクリアできちゃうんだけどね。おっと、危ない。よいよ。まあ、今回ちょっと、すべて避けてやってみよう。いよいよ。来た、ゴールだ。完璧なプレイだ。よし、汚い手にはならなかったね。てか、このゲームの顔バージョンやったことあるね。なんか顔で障害物を避けてくって感じなんだけど、今回はこう手のバージョンなんだね。いいよいよ。まさか手のバージョンもあるので、これなんだ？包丁だった。包丁に触れると、手は死んじゃうんだね。ここ気をつけながら避けていこう。初めてのゲームオーバーだ。今までうんちとかついてもね、ゲームオーバーとかならなかったのに。死んじゃったらダメだよね、やっぱ。ああいうの危険だからね。うんちはオッケー。うんちついてもね、ゲームオーバーにならないんだよね。しっかりうんちついて、ここは避けるよ。さあ、しっかり潰して、これも避けていこう。触れたら火傷になっちゃうからね。そして、うんちも避けて、うんちはオッケーか。うんちついてもいいな。すでに手は汚いしね。オッケー、ここもなんとかクリアしました。やっぱレベルが上がっていくごとに、新しいトラップもどんどん増えていくね。おっと、ここはしっかり来て、これなんだ？ぬいぐるみの中身が出てきたよ。そしてここもしっかり避けて、バナナは踏み潰す。今更だけど、てか、この指のパワーやばくない？指の力だけで、バナナを、の中身を出せちゃうっていうね。こうしっかり受けてね。さあ、ぬいぐるみの中身もしっかり出していって、ゴールだ。オッケー。いや、でも確かに、ケチャップとか、この絵の具の中身って潰したくなるよね。あ、これなんだ？ノコギリだった。ノコギリに触れると、死んじゃうよね。ここ気をつけながらやっていこう。恐ろしい兵器が現れたね。待て待て。これさ、何も押さなくてもクリアできちゃうんじゃない？何もしない方が安全に進めるね。放置プレイでクリアできちゃうよ。あ、ゴールドね。よし、簡単にクリアできました。何もしない方がいいね。でもやっぱり、こうやって物を潰す音を聞きたいんだよね。潰しながらやって、ここは避けてね。危ない危ない。で、潰せるものはしっかり潰して、ここをしっかり避けて。よーと、怖い怖い。今、うんちがつきそうだって今ちょっと危なかったね。よ、ここは避けてね。よよ。慎重にやっていこう。よーっと今、触れそうだったよ今。もうソフトクリームようなうんちを。オッケー、クリアできました。そりゃ、すべてのものを潰しながら、すべてのトラップを避けていく、神プレイ、やっていこうと思います。さあ、指で歩こう。で、こういうものをしっかりとして、ここはしっかり避けていくよ。さあ、ここから全集中でやっていこうと思います。で、しっかり避けて。よ、で、物を潰していきながら、ここで、で、息を止める。なんかね、息を止めながらやると、トラップ避けれんだよね。トラップが現れたからしっかり息を止めて避けていこう。で、潰しながら物が現れる。
ってやりながら手に潰していくと、ってやりながらやるとね、うまくいくんで、ぜひね、このゲームやるときは、トラップが現れたらね、息を止めてやってみてください。それでは、別ゲーやろう。さあ、次やるゲームは、Tipido 3D。まあ、このゲームもね、物をひたすら潰していくゲームです。まあ、今回は足で潰す感じだね。やっていこう。わ、いい音。なんかこっちの方がいい音する。カリッ、カリぐちゃって感じ。あ、コイン抜けはシャリーンって感じね。あ、これは、あ、これいいんだね。あ、いいねね。プチプチを潰したような感じの音。って感じね。で、潰していって、あれ、障害物とか、なんかトラップとか現れないね。あれ？なんか固まった。おお、戻った。よし、やっていこう。いくよ。オッケー。あ、これいいんだね。潰していって、あ、これ何？うわー！ガビオだった。ガビオを潰したら痛いよね。でかいし。これ潰したら死んじゃうレベルだよ。ガビオは気をつけながら進んでいこう。ここは避けて。お、靴ゲットした。いいね、いいね。あ、これ、連打で済んだ方がいいかもしんない。いっぱい潰せるよ、これ。オッケーで、障害物が現れたら、大股で進んでいくと、大股で進んでいって、ハンバーガーを潰していく。よいよ。あ、来た来た、これ。最後は2倍とか3倍とかで、コインを稼ぐってことだね。あ、これ真ん中の方がいいのか。遠ければ遠いほどいいと思いきや、真ん中が一番いいんだね。新しい靴ゲットだ。あ、これ、使えるってことね。いいね。よし、やっていこう。まずは連打で、小股で進むと、よいよ。あ、これバナナだ。一回ちょっと、ハマってみよう。一回だけ。おお、滑ったすごい、これバナナってこんな滑んだね。もうバナナの勢いで死んじゃったよ。恐ろしいな、バナナって。バナナの皮はしっかりゴミ箱に捨てましょう。ガビオをね、その辺に置かないで、しっかり箱に入れてね。いよいよ。で、顔文字も潰していって、涙が出んだよね、顔文字。いよいよ。二つ潰す感じ。あ、なにこれ。黄金に輝く、ゴキブリ。あ、これなんかコイン稼げんだね。いいね、いいね。フィーバータイムだ。ゴキブリ、ありがとう。そして、6倍来ました。素晴らしい記録だ。さあ、次の筋、やっていきたいと思います。よいしょー。まずは、小股で進んでいくよ。さて、いや、大股の方が早いな。あ、これ待て。うわー！奈落の底に落ちた。穴っていうトラップも現れたね。で、ここから慎重に。で、こっから大股で、穴を避けるよ。ちょっと怖いな、穴が。こんな感じで進んでいこう。何この歩き方。あ、爆弾だ。え、ちょっと触れてみたいけど。これ爆発に巻き込まれたくないから避けていこう。よっしゃ、2倍だったか。まあいいや、クリアできたね。さて、次は、まずは物をカリクチャって感じで潰していって、お、新しい靴ゲットだ。あ、待って、待って。画面を危なかった。画面に触れそうだったね、今。うわあ、ゴキブリだ。ゴキ汁が出てるよ。待って、バナナが、危ない。バナナに触れそうだったね。バナナにゴキブリが、ああ、ちょ、バナナに集中しすぎて、目の前の爆弾見えなかった。ゴキブリの目の前で死ぬのは嫌だな。さあ、ゴキブリゾーンやってきたよ。しっかりゴキブリ避けながら、爆弾って、ゴキブリ多いな。めちゃくちゃゴキ汁が飛び散ってるね。おっと、爆弾。なんかこの辺から障害物多くない？で、黄金のゴキブリを潰しながら、コインを稼いで、最後は、あ、3倍。まあまあ、素晴らしい記録でした。お、新しい靴だ。あ、でも広告見ないとダメなのか。仕方ない、広告見よう。よし、赤い靴になりました。それでは、すべてのものを踏み潰す、神プレイ、やっていこうと思います。てか、なんかステージが変わってんね。急になんかゴジラっぽくなったよ。今回は、建物を踏み潰すって感じなんだね。またこの建物をぐちゃぐちゃにする音がいいね。
なんか癖になりそう。建物を踏み潰す感じにはまりそうだね。でもやっぱこれ、大股で進んじゃうと、物っていうか建物全部壊せないから、小股でこうぐちゃぐちゃしていった方がいいね。これならしっかり全ての建物を踏み潰すことができるよ。最後6倍狙うよ。さて、あー違う、そっちの足じゃない。逆の足だと思ったのに、ということで、また面白いゲーム見つけたらやっていこうと思います。それじゃね。